どうも、実様です。一人だけでも、種馬兄弟でーす。どうも、実様です。時代プレイヤーの実様です。今日も、ガンダムバトルオペレーションネクスト、プレイステーション3、プレイステーション4専用ソフトの実況をしていきたいと思います。今日はですね、今イベント中の、ガンダムシードの機体プロビデンスガンダムというのが一応完成しましたので、それの、まあ、機体動作の確認をしたいと思います。はい。一応、ダメージが、ばらついてしまうと思うんで、マスタリーは、まだ23レベルなんで、思いっきり触れないですが、ビーム補正だけついてるような状態ですかね。これで、ちょっと確認してみたいと思います。はい、演習場行きます。どんな動きすんねやろ。同期しています。実際、キュベレーが手に入らなかったんでね、ちょっとこういうファンネル系の機体は初めてなんで楽しみです。はい。見た目はこんな感じですね。あまり大きくはないですね。この背中に背負ってるなんかわかんないですけど。バックパックみたいなのが異常にでかいですね。これも当たり判定あんのかな。まあいいですね。あ、移動動作はあれなんですね。飛ぶんですね。ダッシュはブースターはもちろんブースター。回避動作。こんな感じですね。はい。ガード。ヒットポイントは800ですね。ジャンプ。ほうほう。武装ですね。攻撃確認。武装はこんな感じですね。メインがビームライフル。威力130。結構強いですね。射程500の弾数800。サブがドラゴンシステム射出。威力30。射程300。弾数16。で特殊1がドラゴンシステム一斉射撃。45が弾数一発と。特殊がドラゴンシステムビームカーテン。あとは、大型ビームサーベルの格闘となっておりますね。はい。よし。でザク相手に、まずはメイン。えい。171。結構強いな。音は普通ですね。エールストライクと同じような音ですね。サブが？あ、マルチロックだから。あ、出た。おお。勝手に飛んでくんですね。ピッ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 完成なるけども足が止まるというような感じですかね。もう一発ぐらいっていうような、うん、ちょっと体が動きながら移動できるっていう感じですかね。であれですね、打ち切りリロードってわけじゃなくて常時リロードみたいですね。撃った後に回避して撃つみたいな行動がメインになってくるのかな。ちょっと乱戦時は使いにくそうですね。で、次が特殊。特殊1。えい。お、これはあれですね。キュベレーの一斉射撃とほぼ一緒ですね。回復しないかな。速度はどのぐらいまでいけるんでしょうね。キュベルはほぼ真上からも当たるという。あ、これもそうなんですね。ということは、うん、ドラゴン自体は上に行ってら切れてしまうんで、かなり上の位置に、上を取るともうかなりのアドバンテージが取れますね。あとは、これがすごい特殊なんだと思うんですけど、ビームカーテンというものになっています。ビームカーテン。えい。敵を取り囲むようにして、ビームが放たれるということですね。まあ、ちょっと、溜めるのが遅いな。まあ、この間なんか、難しいですね、タイミングが。
感じか。足が止まる武装が多いんですね。キュベレイも足飛ばるのかな、一緒なのかもしれないですね。あとは、特殊2を死んでもらいましょう。たくさん特殊2、うん、こんな感じのコンボになるのかな。ビームサーベル、あ、シールドから出るんですね。今のが N 角ですね。ノーマル角とで遠い、よいしょ。あ、前角はキックなんだ、うん、で左が、左も吹っ飛ばしですね。で右が、右も吹っ飛ばしとで、よいしょ、下角が打ち上げたという形になっております。まあ、なんか巷で噂なのはビームカーテンを張って下角で吹っ飛ばして、カーテンに押し当ててマニュアル射撃とかいうのを聞きました。まあ、実際ゲットした方はね、練習場で試してからぜひね、実戦で使っていただければと思います。実様は地雷プレイヤーですのでね、こういう場面で使うの非常に、この無改造で出るっていうのは非常に抵抗があるんですが、うわ、強え、なんか2回ぐらいダメージじゃないか。バーストシュートで一斉射撃は強いですね。ほぼ一撃、おお強い、720、うお、ものすごいなこれ。うん、まあ、上手な方はね、というかまあ20レベル、プレイヤーレベルが20超えてくるとバーストシュートとかの方が増えてくるんですけども、これだけ一撃で出せるんだったらバーストシュートありかなって気がしますね。はい、ということで今回は分かりにくかったかもしれないですけども、初めてちょっと機体説明というのをやってみました。プロビデンスガンダム、設計図は10枚ですね。はい、ぜひ集まった方は使って、どんどん使ってね、使用して実力を上げていっていただければと思います。ということで、最後まで見てくださった方、本当にありがとうございました。